かったむず155人、ポチトさん今月もありがとうございます、ありがとう、こんばんは。あとコージーアスさん300回目の方もありがとうございます、たくさんありがとう、はい、こんばんは。どうもどうも、あさとけくもたくさんありがとうございます、ありがとう、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様。クサビューグさんファンレベル12ありがとうございます、ありがとう、こんばんは。ジョンタスさん100回目の方もありがとうございます、たくさんありがとう、はい、こんばんは。まあ、そう前髪切った、前髪朝切った、朝前髪と横も切っちゃった自分で全然切っちゃった、こんばんは。どうも、今度病院行ったら修正してもらおうこんばんは。どうも、初見です、違いますよ、違いますこんばんは、どうも、かわいい、ありがとうね、ありがとうございますこんばんは。どうも、自分で切るんですか、あ、前髪、あ、切るってこと、前髪自分で切ってるね、いつも。前髪だってさ、すぐ伸びるじゃん、結構。目にかかるのが嫌だから、前髪。目にかからない長さがいいから。アイロンしなくても。自分で切る、伸びたら。自分で切っちゃう。その、前髪抜いたら毎回病院はちょっと、無理よ。そんなしょっちゅうはいけないよ。あー、ブブー、ダメだ、あそこはいたずらしちゃううーって言った瞬間出てきた、やられちゃういたずらしようとしてた、初心です、なんですか初心ですってこんばんは、2度目の方ありがとう、どうも。毎回ブブちゃんに切ってもらった、なんでブブに切ってもらうの、自分で切るんだろう、ブブこらこら、ダメ、そこ行っちゃいたずらしようとしてる名前呼ぶと、いや名前呼ぶの来てくれはしないね、猫無理だキャッシーさんファンレベル12ありがとうございます、ありがとう、ね、カビより白いけどひんの光、カビより白い、嘘、それはやんカビより白い、やばい、ひんの光浴びてますよ、今日朝4時があったから出かけてきた、もうそっから出かけて、こんばんは、どうした、さっき餌あげた、タメちゃん机の上乗ってない、ダメよ、ブブさん、この机の上はねマスパッドが毛だらけになるから、どうも、みんなライブアウトタレントありがとうございます、ありがとう、バイバイありがとうございます、こんばんは。餌ドライフード、基本はそう、ドライフード、明日明後日、あ、そうなの、暑いの、やだな、こんばんは。どうも、見てきた、やっぱり人間景色で自然に大切にしましょうってことになります、今は、今落ち着いてる、それならよかった、こんばんは。どうも、フロマンさん、ゴーリクマン、ありがとうございます、ありがとう、あいつこんばんは。どうも、うん、スキンバーグ、スキンバーグ美味しい、食べてるの、いいないいな、私も食べたい、そろそろ、中身さんファンレベル11位、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。あと、マットメガネさんファンレベル11位、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。好きです。ありがとうね。ありがとう。こんばんは。どうも。今年は倍チキンバーガー甘く、あ、やるんだ。倍月見とかも。倍月見バーガー。卵が増えるってこと？あ、卵型？何？パティ増えること私も渡した私も言ったことない、言ったことない、今日買ったもんです、156人、チルチルニジピンさん今月もありがとうございます、ありがとう。あとアビスさんファンレベル22あいつです、ありがとう。あ、増えるのパティだけなのか、増えないんだ、じゃあ卵はだこんばんは、好きですって何何、好きですって初見です、違います、違うよこんばんは。
コラゲをつくよ。もういいのよ。ええ、ライブオフとタレントよ。こんばんは。マック20年近く行ってない。そんなに？そんなに？マック行きなよ。卵2個、え、2個邪魔？まあ、私でも倍のやつはいいから。頼まないか。ペンクされちゃうから、ただの水で水道水です。そんな、飲んだことないです、さやとか。そんなおしゃれな生活してない。こんばんは。フォローありがとう。入ってます。フグがなんか、テーブルの上乗ってる気がしたら、全然寝てた。気のせいだった。こんばんは。マックに行ったらアップルパイ。あー、ワック行ったらアップルパイ。でもマックのアップルパイ好きだよ。めっちゃ美味しい。あれも好きですね。アップルパイたまに食べるから。たまは、アトムの方ありがとう。どうも。今日の服かわいい？あと、今日の緑のワンピースです。緑チェックの。まあ、イカさんファンレベル12、あいつます。ありがとう。あいつね。ハンバーガーも好きだけど、ラーメン、ラーメン屋はわかる。わかる。ラーメン定期的に食べたくなるかな。園児だから17時以降は危険？ 7 時以降危険？何がよ。園児じゃないな、私。全然違う。21だって言わん。初見です。違います。たむたむ、ハイチュウもう一つ。そう、わかんないのよ、それ。そう、わかんない。わかんない、たまに言ってるけど、それわかんないよ。マックの吸い付け食べたことない。シェイク、あ、シェイク美味しい。シェイク私、チョコが好き。チョコシェイク。マックの吸い付け美味しいよ。アップルパイ大好き。クジラちゃんさんファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。うん。マックはなくて、マックシェイクだけ。でも頼めるよ。アップルパイだけでもいけるし。頼めますよ。ハンバーガー買わなくても。こんばんは。一回今度食べてみる？おすすめだよ。アップルパイはさ、普通のアップルパイは焼いてるじゃん。マックのやつ揚げてる。美味しい。でもめっちゃ熱いよ、中の。なんかリンゴのやつ。あと2、3ファンレベル中に、ありがとうございます。うん。上の間は三角チョコパイなんだ。あ、三角チョコパイ美味しいね。でも、去年食べなかったな、食べたと思って。私は食べたな。ロッテリアの方が好き？ロッテリアも美味しい。ロッテリアも美味しい。コロちゃんファン、コロちゃんさん。コロちゃんさん。コロちゃんさん。ファンレベル13。あいつです。何その授業大変。学生じゃないの？こんばんは。毎回年齢確認あんまされたことない私。うん。ちょびちょこシェイクとアップルパイ。パシられたの。買ってこいって。買ってきたの。優しいじゃん。こんばんは。スマイルだけください。それは店員、なんだよって思われそう。店員さんに。ポテト L、いいじゃん。ポテト L だけど、いいじゃん。ポテト美味しい。ポテト私マックが好きだな。マックとサブウェイ。うん。モスはポテト。モスのポテト食べたことないかも。モスハンバーガーです。モスソース。マコポースさんファンレベル11。ありがとうございます。ありがとう。頭の方ありがとう。こんばんは。エンジェクでマックいいかげないだろう。罰ゲームじゃん、ただの。最近タムの話が楽しみなんだね。本当に？あれ待って。お、アンノピだ。レベル35達成。あいつです。ありがとう。ありがとうございます。ベーコンポテトパイもうまい。食べたことあるよ。美味しいよね。エンジェル付属両親呼び出し。じゃあエンジェルじゃないやつ。バッテリア減ったかも。確かに。あんま見ないよ。コギミンクで明日そうだよ。ちょっと引きに行かなきゃいけない。めっちゃ楽しみなんだけど。ワンワンワン。ちょっと行ってくるよ。でも俺からのコメントが楽しみで配信してる。ワン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 楽しみです。
タウムはカヌレだけ買っても大丈夫。タウムなんてないのよ。グータも有名だからカオパスで年額不要。私カオパスなんだ。すごいな。カオパスでいけるの。ラッピリアのバケツポテト挑戦してる。バケツポテト、あ、買ったことあるよ。なんか前に買って、あの家族で食べた。そのぐらいじゃないとあれはちょっと濃い。初音の方ありがとう。どうもーん。W を頑張るわ。ちょっと頑張ってあんまりダブんないようにしたいけど、ファーストキッチンって思う。ファーストキッチン行ったことないからわかんないよ。どうだ、こんばんは。どうもかわいい、ありがとうね。ありがとうございます。フォローありがとう。こんばんは。投げていい時間帯とかあるんですか？タレント、ライバーをタレントは18時から22時の間しか投げれない。あと1時間。この間しか投げることができない。あと2時間投げるの。こんばんは。たまん。たまたま。またここいるの？リスナーシンとか田村商店でこと足りる。田村商店って何だ。何ですか。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。こんばんは。どうも。こんばんは。うん、そのパジャマの生地はあらかそう。こうパジャマじゃないの。あ、でもこれ柔らかいよ。なんて言ったの。柔らかい。柔らかい。こんばんは、たまん。どうも、たまん。使い古しのカーテンを使って作ったなきゃないだろ。なきゃないだろ。違いますよ。これメリージェニーってところ。ナイスパジャマ。パジャマじゃないの。ランディ・ジョーさんファンデブリ11、ありがとうございます。どうこんばんは。どうも。なんていうのこれ、なんちゃら園って近い。なにそれ。なにそれ。お疲れ様です。お疲れ様。近いです。なに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 それ。なんちゃらやん。なんですか。うん。うちトマトさんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。頑張ってください。ありがとうね。ありがとう。かまま。いらしてなと昼寝した。もちろん。もちろん。こんばんは、どうも。じゃあ、こんばんは。どうも。こんばんは。どうも僕です。いつもお世話になっております。どうもどうも。さんファンレベル30、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。こんばんは。どうも。ハタマの方、ありがとう。こんばんは。あ、10歳になった。あ、本当だ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。なと。ありがとうございます。こんばんは。どうも。こんばんは。
クモンポイントパスありがとうございます。今どうなってんだろう、ライバー王とタレント王。お知らせからだよね。お知らせー一番下だよね。あった。今ライバー王は32、ライバー32で、タレントがタレントが7位だ。今479個。エッジ強いな。400、いや1000個以上差があるわ。強い。うわ強い。タムタムから連タムタムキャンキャンから連絡キャンキャン賞受賞しましたみたいな、それしかまだ来てないね。タケクマ絵心は108、タケクマ絵心は108な、私頑張るわ頑張るわ。許可たまで157人、ラッチョさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。どうも。地獄プリンサンドクッキー好き。そんなのあるの、そんなのあるの、知らなかった。何のあるの。こんばんは。地獄蒸しプリンは好きだけど、地獄プリンサンドクッキーとかもあるの、知らなかった。 T さんファンレベル15、あいつます。ガーグ来てる。ワンピース来た。ビートワンピースT さんと結婚はたくさん、あいつます。ありがとう。何月何日にどこそこに来いって連絡、どこそこに来いって連絡、そう、来る来る、何時に来いっていうこんばんは。さっきお仕事終わった。京香ちゃんの笑顔見ると疲れが吹っ飛んだ。お疲れ様、お疲れ様です。初見です。違います。違います。あ、予選29になってる。ありがとうございます。上がったのかな、どっちが大事だろう、わかんないけど、ありがとうございます。ライバー王の予選は、ライバー王は50位内に入りたい。そんなランキングでなんか得点ないはず。1位になったらこうみたいな、ちょっとない、予選はないはず。で、なんだっけ、タレント王だけが1位で、けしか得点ない。よかった、まず158人。安典さん、今月ありがとうございます。ありがとう。ね。フォローありがとう。ありがとうございます。初見かつできんです。できんなんかい。できんなんかい。こんばんは。先生、1000個やと？それこのイベントの1位よ。それはイベント。この熊大集合祭りでイベントの。ん？熊大集合祭りイベントで1位になったり。ギフトが1000個もらえる。ライブ布団が吹っ飛んだだと？言ってないのよ。言ってない、言ってない。言ってないのよ。そんなこと。かまわんだもん。100万ポイント達成。ありがとうございます。ブブ王は1位とタムの決勝戦が来月の最初の土曜日だ。ブブ王1位とタムの決勝戦が来月の最初の土曜日。なんだよそれ、なんだよ。初見だと違うんだよ。違うの、初見じゃない。100万ポイントありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。どうも、こんばんは。どうも、よいしょ。どうもどうも。こんばんは。みんな溶け込またくさんありがとうね。ありがとうございます。このギフトランキング見ようかな。ギフトランキング、溶け込まが今何位だ。15位で氷クマが9位で、晴天クマが6位。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。
どうもどうもこんばんは。寿司のテラーメン食べました。これ絶対うまいやつっていうやつなんだけど、知ってる？これ絶対うまいやつ？あ、なんかチョコプラさんが CM してるやつ。それ？ちっちゃいけど食べたことないよ。絶対うまいんだろうな。100万ポイント10倍、100万ポイント10倍にしたら1になれるよ。無理よ、100万ポイント10倍は。衣装は緑の銀河をチェック。緑の金貨も、あ、そう、緑のチェック柄のワンピース。あとあとチャキちゃんと並んでる。あ、そう、今んとこ並んでる。美味しかった。今度見つけたら食べてみようかな。テロップ、晴天クマ集めてます。なかなかいないだろ。ブーストメダルは今回ないですね。誰にもあったやつ、この服、これなんかファンの方にいただいてどういうことでしょう。うん、スマークはトム、あ、これトムっぽい。本当に美味しい。十二タム好きです。十二タム好きってなんだよ。なんですか。こんばんは、どう？今日も可愛いあれですね。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。どうも。カラオケしようかな。よいしょかな。こんばんは、たまーん。見ちゃった。よし、何言った。うん、ほら、ありがとう、あいつます。抜けなきに12名の通称12タブ好き。疲れそうだった。疲れそうだったんですか。松尾の方、ありがとう。こんばんは、たまーん。こんばんは。何言うと。こんにちは。シュケンさん、コメントありがとう。とは？ブーさんの名前の由来？なんか、そういう感じの顔してるじゃん。フィーリング。ライブが激動ステーションの目標もらってるみたいだけど、もらった。いや、もらってないよ。もらってない。え、無理でしょ。無理だ、私は。ブブッときた。そう、ブブッときた。でブブッと車検です。違いますよ。ああ、そう、自転車でスープ行ったらクモの巣に引っかかって、今クモの巣に引っかかっちゃったの。ついてない、ついてない。今色違いの着てます。また嘘ついちゃった。何やってんだよ。何やってんだよ。相手みたいな顔の血をください。もっと強くなりますから。耐えれるのか、私の血に。耐えれるのか。シャワーおすすめです。誰でもわかるだろ。クモの巣引っかかったらシャワーおすすめ。誰でもわかるよ。こんばんは、どうも。うん。どうも、どうも。もっとついでに初見です。ついでに初見ってどういうこと？どういうことですか？こんばんは。砂足のとこにしてる。お風呂入ってるラーメン食べたら汗だく？帰ろう。ありがとうございます。こんばんは、どう？初回です。回だと。こんばんは、どう？クマの巣じゃなくてよかったとか。クマの巣に引っかかることなかなかないでしょ。まあまあまあ、確かにね、クマじゃなくてクモでよかったかもだけど。なりふりかわいい。こんばんは。動かしたらブブさん引いちゃう。ブブさんは今日もラーメン。ブブさん、ラーメン食べてたの。ブブさんラーメン好
ファン。さキャッチとは何か入ってたら、うん、赤ちゃいますよ、おばさん。こんなところに入ったら本当ですね。そんな顔してた、お坊さん。キャットは入った油そば屋さんでブブ見た。嘘だろ、怖いよ、ブブ見たら。よいしょ、あまわんともイス、イスからイスのね、足のとこにやばいだから、ヘッドタオンに尻尾出てる、めっちゃいますね、これ寝てます。めっちゃ尻尾出てるよ。かわいい、かわわーだわ。ブブという名前の、あ、車あるの。ブーちゃんパパでちゅう。ブーのお父さんだったの？猫だったの？もしかして。ブーさんお眠い。引きそうだったからね、椅子で。引く前に退避させた。ブブさん見るの3年ぶり？投げねえだろ。投げないだろ。3年ぶりやばい。頭隠して尻尾隠さる。そう。おひらしに使えそう、あえてね。ガマはだわ、かわいいでしょ、かわいい。これでブーブーを引く心配がなくなった。ガマはだも、顔がかわいいで同じ同じみの和田さん。嘘、本当に顔がかわいいで同じみなの、私。ありがとうね。ありがとうございます。どうもは、どうも。どうも、どうも。よいしょ。こんばんは。やほー。よいしょ。うん。何を歌ったかな、カラオケ。何がいいと思う？ね、ブーも大好きだよ。ブーも大好きって。分かったよね、ブーブーさん。ついマックス。こんばんは、どうも。タレントライバーをありがとうね。ありがとうございます。今日も投げれるの10時までなんで、よかったら皆さん持っていただください。あとタレント今7位なのよね。ちょっともう少し上げなきゃ。タレント1位目指してます。今7位。よいしょ。ファンサ歌う出るかな、これ。青春ガールズ、ちょっとブーさん出てきた。嫌だったみたい、やっぱキャットタワーで寝るのはちょっと違ったみたい。こんばんは。大統領 CM プレゼント、最近曲もさ、だから最近するから気をつけてね、ブブさん。そこやっていいけど、かわいい、ありがとうね。ありがとうございます。よいしょ。よしとさん、お客もたくさんありがとうございます。あえた。ピーマル様。猫バス？猫バス？歌ってある猫バス。ビンゴ。ちょっと後で
った方がじゃん。ビンゴか。さあ。あ。なんか、チューブフェード、ソファーに。マーキングやそれ。やだよ。今日買ったもん159人。筋肉愛好家さん。今月はありがとうございます。ブンゴ。ブンゴブンゴじゃないの。ビンゴビンゴね。サビ。聞こえる？ブンゴに。こんばんは。シルブプレジデント。時間経っても来てて、なんだかまだ平田最初の対局じゃない。It's nice。カラカラ。みんなパチパチありがとう。感動した。ふふふ。え、終わってんじゃないだろう。
いきなり女の外資会交渉的な。確かに。いきなり。シュープレゼントを山田教官。何よそれ。よかった、まず160人。ゆうちゃんさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう、こんばんは、どうも。先生、おとても昨日も今日もおへそから電流流して腹筋を割ってたら少し笑ってきた。ほんとかよ。涙ちょちょ切れ。適当なこと言ってんな。こんばんは、どうも。お疲れ様です、お疲れ様。恋愛総選挙。いやー、覚えてないよ。こんばんは、どうも。たまたま。じゃあ、もう今日買ったもの160人か。早いね。ありがとうございます。その衣装よく似合って、あ、ほんとに？嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。今日は可愛い格好してどうしたの？出んの？それもなんかたまに聞く子、たまに見るコメントだな。でも朝、病気療治があったの、ね、よ。朝来た。一回帰ってきて部屋着に着替えてたけど、またこの服着た配信で着ようと思って。16シンパシー耐えるかな私、歌いそうだったら。うん、こんばんは、ありがとう。ありがとう。で昨日さ、そういえば今日お風呂配信終わった後に私さ、お礼メッセージ送ると思ってたのよ。ギュートメッセージ、昨日タワーの分の方送って全部今日送ろうって思ってたもん。お昼配信終わった後送ってなかった、寝てたわ。夜配信全部終わったら送るね。なんか一回で全部まとめられちゃうから、コメントのやつ、配信後もったいないから。こんばんは、どうも。チューズミ入ってないよ確か、これなかった気がする。こんばんは、どうも。とも。配信のために来てくれた。そうよ。そう。そうですよ。風富田さん、ファンレベル27。ありがとうございます。PS5 が値上げしちゃってもう買えないようってなって。あ、値上げしたの？そうなの。ヒリヒリの腹？ああ、歌えない。どうもは、どうも。どうも。うん。悩んでね。じゃあ、お風呂はちょっと、今度。お昼配信がお風呂配信聞こえた。お風呂配信しません、しませんよ。絶対にしない。お昼。うん。よ。怖いな、ブブさん。足元にずっといるから。踏みそうよ、ブブさん。では、ちゃんと横になってる。覚えたかな？私がいつも立ってんだよね、寝てたらさ、ブブさんの向きが。横向きにしてるから。覚えたのか。えらいぞ、ブブ。君だけにチュチュチュ、君のカップイン、別に。歌える？好きっちゅうの覚えてないっちゅ、覚えてないっちゅうのだね。好きっちゅうの、え、聞いたことあるけど。わかんない。昨日よりもっと好き覚えた？え、言われてた私。嘘。覚えてない。そんなに値段上がったん？プレステ5？ ね。懐かしいな。最初さ、パソコン買うかプレステ5買うかでもやってたんだよね。で、プレステ5が当たらないから、抽選販売だったからさ、当たらないから、買えないから、パソコン買った。まあ、パソコンの方がいろいろできるし、と思って。好きや。好きだ。好きや。大好きな人になっちゃって。まさひろさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。あと当時、全然、なくって。だからパソコン買った。まあ、結局パソコン買ってよかったかも。こんばんは、どうも。皆さん、すっかり教科書に心を寄せてる。確かに。いや、嬉しいね。こんばんは、どうも。二度目の方、ありがとう。松屋。もうそれはもういいよ、わかんない。うん。
パソコンで正解。確かに配信もできるしね、パソコンだったら。マドンナのサンプえのほっそれはおるるる歌プレステ5買ってたらこんな配信確かにしてないね。こんばんは。どう、ちょっと休み一旦ね次のアクで歌うかな。次にしとこうかしら。一旦お休みです。わからかわすぎた。タムタムタム好き好き好きなんでわかんないそれ、なんでわかんない。ドラえき入ってなかったっけ。あ、そうやった。髪伸びてて可愛い。伸びてくるか。だって結構伸びたよね髪。伸びた気がするよ。12月の時は顎下ぐらいぐらいだね。顎下ぐらいだろう。ぐらい？あ、肩つかないって。肩には全然つかないぐらいだって。顎下ぐらい。だいぶ伸びた。プレステハーブで配信、プレステハーブは配信できないね。プレステあのショールームはね、ショールームできない。松本の方ありがとう。こんばんは。ポケンさんコメントありがとう。こんばんは。テオ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 なんかでも一回だけやったことあるね私、なんかコンサートで。もう覚えてないよ今日の国合わせて銀河をチェック。チェック歌える、歌える。皆さんもご一緒にもないね。ない。ピンクがピンクが今のとこそれってないよ。ない。フルカットする前の京香ちゃんを見たら何何ですか。こんばんは。いい感じだよね。いい感じに伸びてる。ちょっと伸びてる。え、でもだいぶ伸びたよ。あの、結構、鏡。いい感じ。もう少し伸びてほしいな。なんか、もう少し、ロングにしたい。エクステにすれば一瞬で伸びるけどさ。エクステ、なんかさ、エクステなんか、日焼けは大変だから、ちょっと、PC 買って普通の PC も買ってるわ、配信で。まあ、そうだけどさ、それ高いよ、ちょっと。値段が。え、プレステ5、え、8万もすんの？こんなにしたっけ？高っ。よかったもんさ、161人。ヒデさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね。あいつです。エクステお高い。確かにエクステいくらぐらいすんだろうね。エクステ、でもなんかエクステ大変っていう、なんかもう頭洗うのもこう大変って聞く。ひなこがさ成人式の時かな確か、あのエクステしてて大変って言ってた。ツインテールもできる長さになった。もうちょい長い方が好きよ。ツインテールはもうちょい、もうちょい長くかわいい。サッカーの青いチーム、青いチームどこ取りに行った。エクステ5、なんでエクステ5？ プリステね。ディスクドライブ必要さま、あ、ダウンロードだけのやつ。あの生、生すらそれでも生に。いやー、高いね。いやでもいいかな、もうプリステは。だってパソコンがあるの。パシャドラ？パシャドラ、歌わないよ。エクステ、プレステなんだよ。エクステ、え、そんなする？エクステってしたことないか分かんない。誰に言ってるわ。まあまあまあ、あ、これからよ、これから。あ、伸びしろがあるっていう。よっせいけネクロマンサー、なにそれ。
パジャマ着てパジャドラ。もうパジャマは冬になったね。そういう感じのパジャマ。ハムと一緒。どういうことですか。ペクちゃんお願いします。いや私あんま分かんないよ。そうです、この辺年代のやつ。あ、まあ、あんたも。6万ぐらいするんだ。なんだっけ、エクステって。うん、伸ばすかじゃあ。無理。まだギョガちゃんの伸びしろは。まだ伸びしろまだ先ですか。まだ先かな。伸びてないよ。ネクロワンサー知らないけど、もう分かんないよ。今から家に帰るところ気をつけてね。うん、あとの方ありがとう。わんかわんかわん、伸びしろ待って、もう9月伸びしろ待ってたのずっと。あわわわわわ、聞いとくわ、聞いとくわ。いや無理。今の京香ちゃんでも十分。本当に京香ちゃんのコメントありがとう。タウフ伸びしろある、私も伸ばすかっていくわよ。わかった、ありがとうね。髪の毛もう少し切る前ぐらいどうしたいの。もう一回かかるけど、もう勘弁してあれ。サッカー日本代表どういうこと。ビーバンバンのバラバラードマジョンないよそんな。ないです。あ、最初6万だったんだ。1万値上がりしてんの。それちょっと痛いね。でかいぞそれ。何値上がりしてたの知らなかった。こんばんはんだもん。あ、エクステスーダープレステ買ったのに。まあ、エクステとプレステは全然違うけど全然違うけど。こんばんはんだもん。サッカーワールドカップ予選、あ、今予選中なの、知らなかった。サッカー見なすぎて。今日方も162人、トモ DD さん、いつもありがとうございます。はい、はい、ね、イエスとアップル製品も確かに高いよね。スマホとかも、いやもうそろそろしたし、機種編したいけど、はい、あ、サッカー買ったの。あ、よかったよかった。こんばんは、トモ。お腹空いてきた。何食べよう。見たろってな。タイミング悪いな。何食べよう。お腹空いちゃったな。30分の間で何か食べれるから。なんとか70、なんとか70で勝ったろ。これじゃん2本。上から。こんばんは。どう。こんばんは。やっほー。油そば食べたい、わかる。わかる。私も食べたい、油そば。こんばんは。やっほー。うん。こんばんは。どうも。こんばんは。何食べるかな、夜ご飯。ちょっとお腹すいた。すぐ食べれるものあったっけ。ホイコーロー食べました。え、いいな。これ山梨食べとかないとキャンキャンが食べられない。確かにね、もうちょい期間があるから。たらふく餃子、餃子もいいね。二度目の方ありがとう。こんばんは。サッカーどっか決めるとポイント高い。それバスケね。バスケなの。サッカーは一緒。チュールとか、なんで私がチュール食べるの。おかしいでしょ。辛いラーメン好きよ。大好き。ポックンミョンあるんだよね。ポックンミョン食べようかな。時間あるかな。食べる時間。チャーハンと餃子のセット、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。ザ・チャーハン、ザ・チャーハンもうないよ。買ってない、新しいの。中は25点1セット。それバレーな。違うね。チキン、チキンないよ、もう。ヨガちゃん、ウーバー、ウーバーたまに使うね。
私メニュー派メニューっていう使ってる。正解曲を当てるまで歌いまってんじゃんこれっていうの。これはさね、ちょっとやるとか次の枠で歌う。麻婆豆腐はや、麻婆豆腐中華、中華、中華ばっかみんな中華食べたわ今日って。お声まだ残ってますよ、大丈夫。こんばんは、どうも。ザ・チャーハンの女じゃなくて、何ザ・チャーハンの女って初めて。こんばんは、どうも。三だった。タイトル答えるかな、ないかも。こんばんは。お米を買った。お米もあった。ラーメンおすすめ。汗だくになる汗だくになれる。いや汗だくになれるよって言われて、いいなーってならない。ならないよ。でもお米売ってないらしいね。私はまだ、お前と一緒。今日冷やし中華、冷やし中華はいい。現在タワー歌で声が出ますよね。次の枠でちょっと歌う。お腹すいた。タワーの話してたら、あ、サムゲタンかそれ。むずい、そういうやつ。むずいむずい。初詣の方ありがとう。こんばんは、どうも。30分しかないから時間あるか。あるか。何にしよう。それか、何食べよう。パリブーが歌ってトマコーラス、歌ってくれんのよ。ブブさん、ブブさんは爆睡してる。爆睡中ですね。ブブブブ、耳だけピクってなってる。耳だけ動いてる。ブブって言ったら、こっち、こっち、耳が。ブブ、ブブ。かわいい。お米が入荷しましたね、光で。つい買ってしまった。あ、入荷してたの？よかったじゃん。うまみさんファンレベル14、あいつます。ありがとう、あいつ。ありがとう。タムゲタン。なんだよ、それ。30分あればカップラーメン10個作る。まあ確かにね。僕はよカップラーメンじゃないの、あの袋麺なの。うまみさんファンレベル14、あいつです。どう？サムゲタンで思い出したけど、今日外涼しい。なんでサムゲタンで思い出すの？今日外涼しい、ほんとに。今日午前中、外出たけどさ、言うちゃって。暑かったよ、めっちゃ。めっちゃ暑かったよ。わわの本当に涼しかった。わわうん、隣の神社のお祭りやってたからフランクフルトと東京ケーキって何。東京ケーキ買ってきて、お昼に食べた。お祭りいいね。お祭りウーバーより小銀行。まあね、確かに今行かなきゃ。でも平熱高いと、平熱、あ、確かにちょっと赤めかも。ブブニャンの ASMR。 うん、ただゴロゴロ言ってるだけの喉。2度目の方ありがとう。こんばんは。久しぶりの外に出た。いや、そんな久しぶりじゃないよ、ちゃんと出てます、たまに。毎日はちょっと、毎日は嫌だけど疲れる。あいつは私は歌えない歌う、無理よ。ワンタム麺。ワンタム麺。ワンタンウェイク。二度目の方ありがとう。こんばんは。小ゲンクジウーバー無理でしょ。何、配達の人に引いてもらうの。なんだよそれ。小ゲンクジ行きたいなぁ。行きたい。明日何時からこれ発売されるの？時間って出てるっけ？10時とかだっけ、こういうのって。小ゲンクジ9月6日から順次分かんないのか。開始日はテンポやってこと。分かんないのね。
何時から、何時から開始するんだろう。絶対に明日行くよこれ。おぎめんくじ絶対に行く。こんばんは。どう、2度目の方に会うんだ。順次なんか、え、どういうこと、どういうこと、何がどういうこと、鍵開け、鍵開けで、鍵開けすんの。午前中な、え、午前中なくなっちゃいそうだよね。だからあの、いい商品とかが、景品が全部はなくなるからちょっと動かないけど、行かなきゃ。12時から、あ、本当に12時から始まるイメージなかったけど、当たりくじってなんか10時からとかのイメージとか、そのなんか時間が決まってた。今日あとあれも出てた、こぎめんのさ、あのキャラ隊のやつ、なんだっけ、キャラクター大賞エクセ流れてきた。私は9月20日から終わった。20日、もう注意席だ、楽しみ。ね、これは花丸お化けと小木を狙いたい。花丸お化けも可愛い。花丸お化けはなんかポーチだけでも、ポーチ結構可愛いんだよな、これポーチなんか、あ、可愛い。カギミョンはアクリルチャームとクリアボトルがある。助けたいね。あとクッションもめっちゃ可愛いのよね、これ。クッション。シナモン、ポチャッコ、クロミ、プリンくん、キリちゃん。5種類あるんだけど。クッションも欲しい。あの、カギミョンと花丸お化けはないけど。え、めっちゃ可愛くって、このクッションが。どんぐらいのサイズなんだろう。クッションだから。大きいのか。いや、そんなことないか。ねえ、あと座椅子とかも、座椅子はどっちでもいいな。小物入れもめっちゃ可愛い。小物入れはシナモン、プリンくん、ケロッピ、ハンギョドン、バツマル。だけどでもこれもちょっと引かなきゃ。これはセブンだね。でもそれお店によって違うから教えてもらえるか分からないけど、聞いてみて。確かに聞いてみようかな。ラストスペシャルショー、コキメンのやつはラストスペシャルショーがなんか顔型バッグなの狙う。で、あのキャラクター大賞の方はシナモンのマルチケース。でもこれめっちゃ可愛いんだよね、シナモンのマルチケース。入るか。コキメンくじ俺の分もお願いします。お使い。二度目の方ありがとう。こんばんは。取れたら視聴者プレゼント。なんでよ。なんでよ。花丸お化け、え、来てるよ、かわいい花丸お化けよね。ごちゃごちゃごちゃ、これだろ、部分に通されてる。これ花丸お化け、ごちゃごちゃ、これちっちゃ、かわいいの花丸お化け、かわいいのね、これ一応かわいい。ガチャガチャ、これは
例えばアクションカメラ、アクションカメラ、アクションカメラはあれよ、頼んでないよ、頼んでない。それさえやらなくなった時に処分に困るわ、確かに。ティッシュボックスカバー、あ、こういうの私もそれ引きたい、めっちゃ可愛い。ティッシュボックスカバーとハンディモップは欲しいし、フェイスクッションも欲しい。わわわ、全部欲しいけどさ、全部欲しい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お使い、お使い行かない。猫のご飯がなくなったのでこれから買ってきます。いってらっしゃい。モップくん、モップくんじゃないよ、ポキムのハンディー、なんだっけ、ハンディー、ハンディモップだっけ、ハンディモップ、モップくんじゃない。いや、モップくんをあったりとかいっぱいグッズが出たりんだけど、モップくん全然グッズがないのよね。モップくんも可愛いんだけど、全部欲しい、全部欲しいよ。こういうのテレビじゃん、ハンディモップくん。やってください。こんばんは、どうも。どうもどうも、こんばんは。よいしょ、マルモフお化け、マルモフお化け、花丸お化けね、何マルモフお化けって。こんばんは、どうも。どうもどうも。私もあれだな、そろそろ明日ブブさんの餌買いに行かなきゃ、もうなくなっちゃう。そういえばブブさんの餌、新キャラ、新しいキャラ作り出しちゃったよ。花丸日和、花丸日和、丸もふ日和だね。おもっぽくん多分お化け好き、好きじゃない。あ、口のついでに、口のついでに何行かなきゃいけないの、ブブさんの餌を。もうなくなっちゃう、きっと明日でなくなっちゃうから明日買いに行く。で、ブブさん何も聞いてない。今日買ったもん163人。やすかさん、初めてありがとうございます。ありがとう、はいね、こんばんは、どうも、こんばんは。スキンワーガーもついでに、わわわわわわ、気が向いたら。いや、スキンワーガー食べたいけどね。うん、お前さんの普段の習慣、キャンキャンキャン出ないだけで、キャンキャンでどうなるか楽しみ。いや、私も楽しみよ、楽しみ。どういたしまして、どういうことですか。どういうことですか。こんばんは、めっちゃ長すぎた、なんか食べてこよう、30分の間で。ふーちゃんのご飯は甘口でお願いします。どういうこと、甘口、何よ、そんな猫のやってくるのに甘口も辛口もないですよ。ありがとう、キャンキャンショーね、嬉しい、ありがとうございます、本当に。キャンキャンショー、こんばんは、どうも。どうもどうも。パンは辛口、嘘、どういうこと。嘘って言ったけど、どういうこと、私は辛口、どういうことですか。ブは甘口なの、どういうこと。どういうことよ、何言ってんすか。ブブ漬けがさらっと食べられる。お茶漬けなの、ブブ漬け、お茶漬け、お茶漬け、ご飯はあるんだけど、お茶漬けの素がない、ちょっと食べれない。食べれないよ。え、何食べよう、ホックミョン か、 なんかこの前さ、漬物がすごい食べたい時があって、漬物買ってきたんだよね。なんでか、なんか漬物が食べたくって、漬物しかないからご飯はあるけど、漬物と白米、国民を作るか。作ってくるか。うん、キャンキャンの撮影の日は配信がなくなるやん、お昼か夜の一回。そうね、キャンキャンの撮影の時はちょっと、まあまあ、撮影時間によるけど、配信もちょっと近くなったら考える。いつだったっけ、日にち、うん、ちょっとね、うん、そう、チーズまみれっぽく、チーズまみれっぽくはめちゃくちゃ美味しいよ。チーズあればあるほど美味しいから、漬
物と白米にお茶かけてぶぶ漬け。お茶がないのよ。ない。あつぼの方ありがとう。こんは。撮影風景を配信すればいい。怒られるよ。怒られる。怒られちゃう、私が。お昼は定期的になくなるからどうってこと。定期的になくなる？いやいや、最近してる。最近してる。大丈夫。最近してる。10月31日、何曜日？10月31日、キャンキャンルームの時だよね。10月31日は木曜日だね。木曜日。10月31日は、9時前まで、キャンキャンルームがあるからね。夜配信。まぁ、ちょっとわかんないよ。何時に終わるか。チョコまみれも美味しい。あれか、カントリーマムの、大好きだよ、チョコまみれ。大好き。めっちゃ美味しいよね。2度目の方ありがとう、こんばんは。うん。京都でお茶漬けのことをブブ漬けっていう。知ってるよ。そう、ブブっていう名前にしたってさ、こう言ったらみんな、ブブ漬けって言ってた。その時に教えてもらった。うん。どんな感じだったか話してくれ。楽しみにしてる？え、めっちゃ撮影楽しみなんだよね。ダブルカメラ？私しないよ、撮影風景。やばいでしょ。二度目の方ありがとう。こんばんは。石川蓮さんとの配信のキャンキャンの、そう。10月31日。もうちょいさっきなんだけど。あるんでよかったら見てください。よいしょ。こんばんは。二度目の方ありがとう。どうも。よいしょ。みんな強いね、このイベント。だって100万ポイントさ、13位までさ、私まで100万ポイントいってる。強すぎだろう。強すぎだろう。渋谷事変の日。渋谷事変？ただ、この時自分持ちがや。まあまあ、確かにね。県県山田県が買い占めて大分県で買います。やばすぎる。大分県中のキャンキャン買い占めちゃうね、山田家が。やばすぎるだろ。こんばんは、受験作ワイトありがとう。こんばんは。初音の方ありがとう。どうも。キャンキャンの方最強の撮影してください。お願いします。溺れるようにね。こんばんは、どうも。夏日、変なエンジンかからない。どういうことよ。変なエンジン？どういうこと？あ、でも、変わるよ。こんばんは、どうも。キャンキャン買い占め飛ぶぞ、楽しみ。みんな買い占めてくれるの。楽しみ。最強のタウン。何が最強のタウンって。最強の撮影ってこと？いやー、ちょっと楽しみね。どんな衣装なんだろう。衣装も楽しみ。あと、メイクもしてもらえる？だよね？メイクも。久しぶりにそういうさ、プロの方にメイクしてもらうから楽しみだ。僕の考えた最強のタウン。何最強なの？このイベントはもう諦めたと思って、このイベント諦めてないよ？諦めてない。ライバー王とか。え？ライバー王。ライバー王タレントは違うか。ライバー王めちゃくちゃ大事なイベントだから。諦めないよ。タレント王も。タレント王今7位だったかな、確か。ライバー王は50位以内に入っちゃう。タレント王が、タレント王。今7位です。タレント1になりたい。ライバーが、なんとこ。あれ？ライバーどこ行った私。あ、これスタートだし。あ、なった。新人スタートだし。ライバーが今29位です。はい、すいません。じゃあランキングをかな。まずもの方ありがとう。こんばんは。13位からランキングですね。13位、ジントさん、ありがとうございます。12位、プチエリさん、ありがとうございます。11位、キャンシーさん、ありがとうございます。10位、アミソーさん、ありがとうございます。9位、ミミさん、ありがとうございます。8位、ヨシトさん、ありがとうございます。7位、バトニーさん、ありがとうございます。
6位、まさひろさん、ありがとうございます。5位、きよなつさん、ありがとうございます。4位、T さん、ありがとうございます。3位、アベシさん、ありがとうございます。2位、クジラちゃんさん、ありがとうございます。そして1位が、フロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうありがとうございました。いろは新回目、次は22時半頃からする予定です。うん、よいしょ、ありがとうございました。ちょっとご飯食べてくるわ。お腹すいた、お腹すいちゃった。こんばんは。ありがとうございました。これ配信完了。漬物王にとは何の漬物王って何よ、お台場王が、お台場王じゃないライバー王よ、ライバーよライバー王って、インターバルの間に、インターバルの間にかぶってくる。いってらっしゃい。カリ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 食べないよ。ブブのブブなの、えさじゃんブーの遠征食べませんよ私いや、そろそろ終わるかな。じゃあ次また22時半頃から30分後にする予定なんで、よかったら遊びに来てください。次も22時半から12時24時まで1時間半する予定です昨日と一緒かな。じゃあまた、次の配信でありがとうございました。また30分後、またね、バイバーイ、またね。